ブロッコリーってのはね、油中の野菜なんですけども、キャベツとかチンゲン菜とかケールの仲間ですよね。栄養価も高いし、それから食物繊維も当然あるし、それからカロリーが低いのでね、そもそもそういった葉物の野菜とか緑の野菜っていうのは、心臓のね、健康を守って、いくつかの癌のリスクを減らすようなんていう研究結果が報告されてるんですね。それから、認知機能の低下を抑えるなんていう効果も報告されていたりします。ただですね、緑の野菜っていうのは、それ以外にも健康効果があるよって話をちょっとしたいんですね。今ですね、世の中では、抗生物質を使うことによるリスク、耐性菌といってですね、抗生物質が効きにくい菌が増えているってことが一つの問題になっているんですね。WHO もコロナ感染症などともに世界の10個の公衆衛生上の脅威の中の一つに、この多剤耐性菌っていうのを入れているんですね。こういった多剤耐性菌に対する治療としての代替療法ですね。民間の治療っていうのが非常に重要になってくるんです。その中でですね、実はこのブロッコリー、ケール、ほうれん草、カリフラワーなどの油中の野菜によく含まれているインドール酸カルビノールという物質があるんですけども、このインドール酸カルビノールという物質は胃の中でですね、消化されるときに DIM という物質になるんですね。 DIM という物質何ですかって言うと、これまではですね、例えばエストロゲンという女性ホルモンの代謝をですね改善する効果とか、あとはですね研究室では乳がんの細胞を抑えたりする効果とかいうのも報告されているんですけども、 DIM というものが特にこう病原性の細菌を作るですねバイオフィルムというものを破壊するということが分かりました。バイオフィルムっていうのは細菌とかですね細菌の作る物質ですね、多糖類っていうもので塊になった物質なんですけども、こういった塊になったものっていうのはですね、免疫とか抗菌剤とか届けにくい形になってしまうと、そうなるとですね、細菌がどんどんこう繁殖していくんですね。そういったものが実は腸の中で悪玉菌が寄せ集まるとですね、作っている状況があるんですけども、悪玉菌が増殖したことによる腸のトラブルっていうのが起きやすいわけです。実験では緑膿菌とかアシネットバクターとかセラチアとかね、そういったそのグラム陰性菌と言われる菌なんですけど、これらの菌はですね、バイオフィルムを作って抗生物質に対して非常に高い抵抗性を示す菌なんですね。DIM という物質がですね、実はですね、これらの細菌の作るバイオフィルムをですね、80% を壊してくれるよってことが分かったってことなんですね。実際ですね、豚の傷でそれを確認したという研究結果も一緒に報告されています。要は豚の皮膚にですね傷をつけるんですけれども、その傷に緑膿菌という菌を感染させるんですね。でその時に当然傷のところにバイオフィルムが形成されるので、抗菌薬とか塗ってもなかなかですね届かなくなってしまうわけです。だから抗生物質を塗ってもですね、何もしなくても治るまでの期間は全く一緒だった。それに対して DIM っていう物質をですね一緒にその抗生物質のクリームと一緒に混ぜると、緑膿菌の作ったバイオフィルムが破壊されることによって傷がですね格段に早く治ったってことなんですね。バイオフィルムが破壊されることによって単純にですね免疫の細胞も働きやすくなるということになるわけです。免疫がですねしっかり働くようになるためにそのバイオフィルムを破壊する必要があるんですけども、その時にその油中の野菜っていうのが非常に役に立つってことですね。ですのでキャベツとかブロッコリーとかカリフラワーとかね、それからまあチンゲン菜などの油中の野菜とか、それからですね小松菜とかほうれん草みたいな緑の葉物野菜をしっかり摂ることによって腸の環境を良くするのを手助けしてくれるってことをぜひ覚えておいてほしいんですね。